デビッド・ロバーツはイギリスの画家である。ヨーロッパ各地や中東の風景を描いた水彩画版画で知られる。エディンバラ郊外のストックブリッジに靴屋の息子に生まれた。エディンバラで建築の仕事の見習いになった。建物の修理の仕事をするようになり、絵画に通じる技術を学んだ。週に2回、エディンバラ美術アカデミーの夜間のコースに通うようになった。 エディンバラの王立劇場で仕事をした後、舞台美術家の仕事に興味を持ち、舞台美術家を目指す決意をした。20歳になった1816年に各地を巡回する劇団に雇われ、舞台のセットを初めて作り、2年後にはエディンバラナショナルシアターから仕事を依頼されるようになった。ロバーツの仕事は評価されるようになり、1824年には、 有名な作家のチャールズ・ディケンズとも知り合い、有名な画家のウィリアム・ターナーからは絵を学ぶのであれば、外国に出るのがいいという助言を得た。1824年の秋、フランスを旅し、ノルマンディのディエップ、ルーアンやルアーブルを訪れた。1832年にはスペインからアルジェリアのタンジェを旅した。これらの旅で描かれたスケッチや水彩画は、ベルギー出身の版画家、アーグによって、 版画にされて出版され、イギリスでよく売れた。この成功から、中東、エジプトの旅が計画された。1838年8月に、ロンドンを出発し、マルセイユからマルタを経て、カイロに渡った。船と20人の小ぎ手を雇い、ナイルを遡上し、11月までにアブシンベルまで到達した。12月末に、カイロに100点以上の描いた絵を持ち帰り、 翌年の2月までカイロ周辺でスケッチを行った。2月7日に2人のイギリス人同伴者と5人の護衛を雇って現地人の衣装を着てラクダで中東を目指し現在のレバノンのバールベックまで旅したところで病気となりベイルートアレキサンドリアを経由して1839年7月にロンドンに戻った。イギリスで原画の展覧会を開き成功し 1841年にロイヤルアカデミー・オブアーツの会員に選ばれた。この旅で描かれた247点の作品も、版画家アークによって版画にされ、1842年から1849年にかけてロンドンの出版社から出版された。その後も、作品制作と各地への旅を続け1851年と1853年には、イタリアを旅した。 1864年にロンドンで没した。ありがとうございます。